ハロー YouTube。 さあ今回取り上げていきたい電気消費ニュースになりますが、最直近におけるですね、中国市場の、週間保険登録台数がね、これ速報されたというところですね。注目のテスラについてはですね、モデルチェンジをですね、ちょうどやってる最中のモデル3ありますけども、それを含めてですね、テスラ未だにですね、これ販売キープしているっていうですね、素晴らしき動向がね、判明した一方でですね、日本メーカーの電気自動車 BZ4X と日産アリアがですね、やはり販売が沈黙しているというね、ちょっと厳しい秘宝とともにですね、こちらのね、週間保険登録台数速報値見ていきたいと思います。まずですね、この中国市場に関してはですね、もうとにかく毎週のようにですね、魅力的な新型 EV がこれ市場に投入されていると、そういうような背景がありますので、もうですね、これ月間という単位でね、この販売動向を追っていてもですね、間に合わないと、よってですね、これ週間ベースで販売動向をね、これ追っていく必要があると、よってですね、今回ね、9月4日から9月10日までっていうですね、最直近の、9月第1週目のですね、EV 登録台数をね、これ早速、俯瞰していきたいと思います。まずですね、これプレミアムメーカーの週間保険登録台数見ていきたいと思いますけども、8月最終週と比較してですね、どのメーカーも販売台数低下してしまっていると。これはですね、関連的に月末にね、これ販売台数集中させますから、その反動でね、その月の最小の週はですね、これ販売が落ち着いてしまうと。ところがですね、中国の EV スタートアップリオートについてはですね、唯一販売台数をですね、むしろ伸ばすことに成功していると。週間で8500台弱とですね、このペースでいくとね、9月も歴史上最高の月間販売台数を達成する見込みであると。具体的にはですね、これ 3.5 万台をね、これ突破することはまず間違いないでしょうと。するとですね、これすでに、年間でね、40万台級っていうね、販売キャパシティを備えるということになります。で、この規模感っていうのは、例えばですね、テスラ2019年から2020年にね、これ販売していたその規模感と全く同じということになります。しかもですね、このリオートについてはね、すでに2023年以降ですね、2四半期連続で黒字化達成しています。で、研究開発費もですね、これ大量に投入することもできていると。2025年中までに販売されるですね、合計5車種のバッテリー EV 存在しますけども、こちらのね、最新情報にはですね、特に注目していきたいかなと思います。はい、次にですね、これテスラになりますけども、ドイツ BBA の販売台数と同等のペースを維持することができているという点ですね。これテスラについてはモデル3のですね、モデルチェンジの最中ですから、一時的にですね、これ販売台数減少すると、このチャンネルもですね、そういうふうな予測を立てていたわけですが、なんとですね、実際はドイツ BBA の販売ペースにですね、未だにこれキャッチアップすることができていると。よってですね、これモデル3ハイランドの本格的な納車がスタートする、第4四半期についてはね、中国テスラ市場ですね、記録的な販売台数達成する可能性もですね、これ出てきていると。こちら非常に朗報ですから、モデル3ハイランドがですね、年末にかけてどれだけ売れていくのかにね、注目していきたいと思います。はい、次にですね、これ大衆車メーカーの販売動向を見ていきたいと思います。トップはですね、これ不動の BYD になります。 4.5 万台以上販売してますね。で、2位のフォルクスワーゲンにですね、大きな差をつけているということですね。中でもですね、これ販売台数減少させてしまっているのが、紫で示されているトヨタですね。トヨタの主力車種であるですね、カムリーとかね、販売台数がこれ減少してしまっているんじゃないかというふうに見られていると。こちらね、後でも触れていきますけども、プレミアムセダンセグメントについてはですね、ちょっと強力な新型 EV が続々と投入されていると。そういうような背景事情ありますので、中国トヨタにおけるですね、この収益性、カムリーってね、これプレミアムセグメントになりますから、こちらですね、販売台数が落ちるってことはね、収益性、この稼ぎどころがですね、これ奪われているということになりますので、今後ですね、トヨタの決算内容とかにもですね、これ注目していきたいかなと思います。そしてですね、そのカムリーが該当するこのね、プレミアムセダンセグメントについてはね、ちょっと俯瞰していきたいと思いますけども、フォルクスワーゲンパサーとありますね、こちらと比較してですね、ちょっとトヨタカムリーがですね、販売台数大きく下げてしまっていると、そのような状況がやっぱ見て取れるわけですね。またですね、これ BYD のハン、こちらもね、BYD のフラグシップセダンになりますが、こちらもですね、緩やかに販売が落ち着いてしまっていると、そんなように見えると。これですね、実は BYD については、この次の週、実際には今週からもう、販売がスタートしているわけですが、SEAL DMI というですね、プラグインハイブリッド車を販売しています。よってですね、これ、ハンのシェアをですね、ややちょっと食い合ってる可能性が見て取れると。よってですね、これは BYD 全体として、このハンと SEAL、両方合わせ
せてですね、まあ、どこまでですねこの王者パサーと、まあ、カムリーもね含めてですねこれ、迫れるのか超えていけるのか、こちらにですねまず注目していくべきなのかなと思います。ちなみにですねこれ黄色で、黄色のラインでこれ示されているモデル3についてはね、やはりですねこれハイランドへの切り替えの真っ最中だということでね、販売今急減してしまっていますが、果たしてですねこれ年末にかけてねどこまでですね販売規模を戻すことができるのかと、まあこの手にもねこれ注目することができると思います。またですねこれ20万元以下と、これ日本円でまあ400万円以下という大衆車セグメント、こちらもね俯瞰していきたいと思いますけども、オレンジのねチンプラス、黄色のスイガルとですね、やっぱ BYD の EV がトップを独占していると、そんなような状況が見て取れるわけですね。個人的に気になるのはですねトヨタカローラになりますけども、週間で2600台とですね、まあ、この数ヶ月間で最も販売が低迷してしまっている状況であると、まあ、こちらに関する理由はちょっと不明ではあるんですが、もし仮にですねこれ BYD シーガル、これ黄色のラインでね示されていると思いますけども、こちらのですねやっぱ人気とともにねこの大衆車の代表格であったですねカローラだったりね、まあ、日産シルフィとかも含めてですね販売にちょっと影響が出てきているんじゃないかということであればですね、やっぱ中国市場においてはですねこれ極めて大きな変化ということになりますから、まあ、今後のね販売動向にもこちらねちょっと注視する必要があるのじゃないかなと思います。はい、またですねこれ20万元から30万元と、日本円で400万円から600万円というプレミアム SUV セグメント、こちらもね俯瞰していきたいと思いますけども、やはりですねこれ黄色で示されているテスラモデル Y がね独走状態であると、週間1万台ペースですから、これ月間に直すとねだいたい5万台弱というペースになります。すでにですねこれ歴史上最高の販売スピードになっていると、まあ、モデル Y の人気がですね、まあ、こちらねモデル Y、2021年初頭からですね納車がスタートしているわけですが、未だにですね、まあ、衰えていないということがね見て取れると思います。またですねこれ BYD ソンプラスがねこれ週間6600台オーバーという登録台数ですから、まあモデルチェンジを経てからですね販売ペースを着実にねこれ伸ばしていると、そんなようなね動向を確認することができると。さらにですねこれニオの売れ筋モデルであるですね ES6 週間2300台オーバーとですね、まあ、月間1万台級の販売ペースを維持していると。こちらの ES6 に関してはですね、まもなくクーペバージョンのね EC6、 こちらのですねフルモデルチェンジバージョンが発売されると、まあ、こちらを考えるとですね、まあ、今のところね販売に影響は見られていないと、順調であるということが見て取れると思います。まあ、そしてですね今回のねこのプレミアム SUV セグメントのですね、まあ、いろんな車種をね、まあ、今回ですねこういろいろと調べていたわけですけども、やはりねこれ調べていて面白いのはですね、実はモデル Y と張り合うことができるんですね。まあ具体的には20万元から25万元、まあ、日本に換算して400万円から500万円っていうですね、まあ、そこら辺のレンジの電動 SUV っていうのはですね意外にブルーオーシャンであると、こんなようなね動向が見て取れるわけですね。実際にですねこの数ヶ月で発売をスタートしているね、まあ、このセグメントに該当する X-Pen G6、 シェンラン S7 もうこのチャンネルでもね大々的に取り扱ったわけですけども、揃ってですねやっぱ週間2000台オーバーと、これ月間1万台級のですねペースを達成できている状況であると。よってですね、まあ、このセグメントにどれだけですねこれ新型 EV 投入して、まあ、モデル Y の牙城をねこれ崩していけるのか、この点がですねやっぱ今後ちょっとこのプレミアム SUV セグメントで観点ではポイントになってくるかもしれないと、そんなような状況なのかなと思います。はい、最後にですねこれ日本メーカー勢の電気自動車の販売動向もねこれ確認していきたいと思いますけども、黄色で示されているトヨタ BZ3 ですけれども、週間1000台程度ですね、安定した販売台数を達成中であると。これ7月中はですねこれリコールによって販売が急減していたわけですから、まあ、その反動でね今は、ちょっと販売がねこれ伸びているということがありますので、まあ、この9月後半ですね、ここもですねこのね週間仙台のペースをですね持続させることができれば、まあ、間違いなくですねこれ BZ3 が、まあ、安定して中国市場でですねこれ売れていると、そんなような、ね、動向を示すのかなと思います。他方でですねこれ BZ4X に関してはですね、まあ、明確に販売が失速していると、もうこれ明らかですよね。直近ではなんと73台ですから、これ月間ですねやっぱ仙台を割り込むっていうのはもうちょっとこれ確定的な情勢になっていると。まあ、よってですねこれ BZ3 に関してはね、まあ、好調、今のところ好調のように見えるわけですが、まあ、トヨタ全体の EV 販売動向という観点で見るとね、やっぱちょっと想定以下にとどまっているんじゃないかと、まあ、そんなような、ね、様子が見て取れると。さらにですねこれ日産アリアについてもねズバリ20台とですね、
もうちょっと目も当てられないような状況になってると。で、このままいけばですね、やっぱまたもや、やっぱ月間100台ペースってのはもうこれ確定的になってしまってると。アリアについてはですね、このチャンネルでも取り上げましたが、2024年モデルとしてですね、まあ実質的にね、これ、大幅値下げをですね、これ継続する格好になったとともにですね、特に航続距離を抑えるエントリーグレードもですね、これ市場に投入していたと。どれだけですね、これ販売盛り返せるのかにね、まあ注目が集まっていたと。まあそういうように説明していたわけですが、まあ残念ながらですね、まあ完全にこれ不発に終わってしまっているということがね、明らかになってしまったわけです。はい、いずれにしてもですね、まあ、この9月第1週のですね、まあ、中国の EV 販売動向を速報されたわけですけども、特にね、このチャンネルが注目していた点はやっぱり2点あってですね、1点目はテスラのですね、販売がですね、まあ、とりあえずこの9月についてはね、やっぱ落ち込んでしまうだろうというふうな、まあ、予測を立てていたわけですが、いや、粘りますね。やっぱりあの、モデル3は落ちてますが、モデル Y がですね、やっぱり販売粘ってですね、まあ、モデル Y 実質1車種なだけですけども、1車種だけでですね、まあ、ドイツ BBA のですね、あの国内販売台数とですね、まあ、同じレベルを実現することができていると。これはですね、やはりモデル Y のですね、ちょっと驚異的な、やっぱり需要の高さってものをやっぱ示していると思いますし、これがですね、ハイランド、モデル3ハイランドを追加されればですね、明確にこれドイツ BBA を抜いてですね、まあ、中国のプレミアムセグメントでトップの販売シェア、築いてくるということになりますので、どこまでですね、これモデル3のね、まあ、生産体制をランプアップさせてですね、実際に中国国内に納車させることができるのかと、この点ですね、非常に期待することができると。この点は1点朗報だと思います。ところがですね、他方で、まあ、秘宝としてですね、日本メーカー勢の電気自動車の販売台数っていうのがやっぱり全く振るっていないということがね、まあ、週間ベースからも明らかになっていると。確かに BZ3 のみに関してはね、まあなんとかですね、これ販売、規模をね、保っているわけですが、残念ながらですね、 BZ4X そして日産アリアに関してはですね、もう完全にもう不発に終わってると、まあ、100万円以上これ大幅値下げしてのこの結果ですから、もうやっぱりですね、ちょっと中国市場ではもうですね、全く、まあ、需要がないと、残念なこれ車になり下がってしまっているわけですよね。まあ、残念ながらですね、この BZ4X アリアについてはね、これ日本メーカーが一から開発をしているわけですが、 BZ3 に関してはね、実はまああんまりね、これ知られていないわけですが、まあ、中国 BYD のね、まあ、モーターだったりですね、まあ、パワートレイン一括、そして、バッテリー、こちらもですね、全部中国 BYD が作っていると。そしてね、その車両開発に関しても BYD と共同開発していると。まあ、そのようなモデルになりますから、まあ、このような結果からもね、やはり中国国内でですね、これ EV を売っていくためにはですね、もう日本メーカーだけが開発してもですね、売れないと。あくまでも、やっぱ中国メーカーとですね、やっぱ共同で開発するっていうね、まあ、そんなようなことがね、残念ながらもう不可欠になってるんじゃないかと。まあ、こういうね、販売動向を見てもですね、そんなような予測が立てられると。まあ、これからもね、この中国市場におけるですね、週間ベースのね、販売動向についてもね、アップデートしていきたいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。